はい、ありがとう。またねー。もう可愛くないなぁ。ありがとう。またねー。はーい。顔可愛いけど話下手やなぁ。すいません。ナンバーワンの子お願いしていいっすか？お願いします。はぁ。入るちゃん入ります。よしよしよし。よしよし。はい、お隣失礼と。さゆりでーす、こんにちはー。チェンジで。すいませーん。はい。チェンすいません、ジ？ナンバーワンの子お願いします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ナンバーワン。お兄こさん、おの兄店さでナンバーワンの子お願いしまん。お兄す。さん、私ナンバええわ。ーワン。あ、いやいや、本当なんです、私ナンバーワンで。もうすごいんです。だから今日珍しいですよ、私が行ってたって。さっき本当お客さんが一旦1時間ぐらい前に帰られて、で、今もう休憩してて、もうすぐ呼ばれちゃったんですほんまから。に？はい。どうなってんの、この店。あー、なんでしょうね。じゃあ、よかったら歌いましょうか。ああ、お願いします。はい。もうちょっと喋るのもあれなんで。はい。歌で盛り上げますね、じゃあ。なんか、好きな歌歌ってください。可愛らしい歌でもいいんで。はーい。私、歌が大好きなんですよ。くだらねえとつぶやいて、冷めた面して自分歩で選曲した？く、いつの日嘘！か輝くだろう、溢れる熱い寄せてくれてん涙。の？いつまでも続くのか、吐き捨てて寝転んだ。俺もまた輝くだろう、今宵の月のように。めちゃくちゃ好きなのよ。あ、そうでしたか、よかっめた。ちゃくちゃ好きなのよ。なんか私すごい、なんだろう。女子にしてはちょっと好み変わってんのかな？もう私がカラオケ歌うと大体、男子がすっごい、なんか、喜んでくれる？この子カラオケの選曲でナンバーワンになったんや。めちゃくちゃ男に刺さる曲歌ってくる。とかで結構良かったりする。なんか、男兄弟なんですよ。一番上が、お兄ちゃんが10個離れてて。そう。で、次が5個離れてて、だから、ちょっとね、年の離れたお兄ちゃんとかもいるからかな。なんか、次何入れてくれるんですか？次は、聞いてからのお楽しみ。え？こんなにフォーマイも、トルガールや。騒がフォしい、ーマイトルガールや。街並みに、佇む君は、さっきより可愛く見えてきとてた。も小さく、とっても寒がりで、泣き虫な女の子さ、なんか愛おしくなってきた。街角のラブあれ？ソング、口ずさんで、懐かしくてち涙ょ出ってきぴりそうや。僕に、微笑みながら、ここへたそっとすり寄せて、君は口づけせがむんだ。オーマイリルガめっちゃ嬉しい。ール、温めてあげよう。オーマイリルガこんなにも愛してる。オーマイリルガ二人、黄昏に肩寄せ歩きながら、いつまでも離れられないでいるよ。やっぱいいですよね、尾めっ崎ちゃいい。ね。じゃ一回ハイタッチ。あ、かわいい。胸に刺してくんのか？ああ、一番で終わる。一番で終わるところもいい。全然腹いっぱいにさせてくれへん。もう次の曲聴きたいもん。ビュッフェちょっとずつ食べてる感覚や。お腹いっぱいにて。私ビュッフェで絶対ちょっとずつ食べるんですよ。
まず一周目で本当に一口ずつ取って全部食べて、で、美味しかったのをおかわりするっていう制度ちゃんと取ってる派です。ああ、ありがとうございます。うん、え、尾崎も好きでした？尾崎好きです。ああ、よかった。尾崎いいですよね。俺もお父さんの影響ですっごい曲、いろんな曲聴いてたんで。そうなんだ。はい。嬉しい。いいよね。どんどんさせてくれる。例えば、どうにかして、君の中、ああ、愛していて、あれで全然いけんの。ウルトラソウルとかないよな。僕を覗いたら、いろんなこと、女の子一部と全部違う。愛すれば愛するほど霧の中迷い込んでのこの女の子あんまできひんから、あ、全然いっぱいにさせてくれへん、全然腹いっぱいにはさせてくれへんのがまたいい、いいよね、ビーズもね大好き、こんなビーズ稲葉さん寄せてくれて歌う女の子初めて会いましたね。え、女子って基本稲葉寄せ、いや寄せへんな、あ、稲葉寄せしないんだ、全て知るのはとて無理なのにしか歌って、すべてってなんないんだ、ならないね、そうなんだ、嬉しいです、そしてテンポが良すぎて、あ、そう、でもビーズも好きでしょ、はい、絶対、じゃあ絶対これお兄さん好きだと思う、誰、お兄さん絶対好き、いくよ、楽しみにして、一言目めっちゃわかるから一言目で一気に、気が狂いそう、ありがとうございます、人に優しくや、優しい歌が好きで、最近の曲とか聞いてたけど、 あなたにも聞かせたい、久しぶりに聞くのいいな、このまま僕は、このまま僕は汗をかいて生きよう、ああいつまでもこのままさ、ちょっと寄せてくれてる、僕はいつでも歌を歌うときは、マイクロフォンの中から頑張れって言ってて、聞こえてほしい、あなたにも頑張れ、ありがとうございます、いいよね、マジで全然ちょっとしか食わへん、絶対いいよね、ちっちゃいケーキいっぱい食わされてる、絶対いいよね、絶対ブルーハーツって間違いないよね、私大好き、もう頭おかしくなりそうや。ん？もう次ぐらいでラストにしてください。次でラスト？え、なんでよー、私、私がこうやってお会いするの珍しいんですよ、ナンバーワンなんだから。ありがとうございます。はぁ、次だれー。次はでもお兄さんは世代じゃないかな。うちのお父さんと、でもね、あの、もう4人で、あのね、桜島のライブ行ったりとか、桜島してたんだよね、このみんなで。桜島のライブ行ったり、はい、なんかあの、富士でこの、なんかオールナイトみたいのもやったり、あとね、ドラマが私これすごい家族で見るのが好きで、そのね、ドラマとかをずっと見てたから、これ知ってらっしゃるかなとかはあるかもしれないけど。長渕や。全然世代じゃないけど、俺次上司連れてくる。絶対上司連れてくる。長渕だけ世代じゃない。コツコツと、でも上司連れてくる。上司連れてくるぞ。俺上司連れてくるぞ。全世代の男いけるやん。多分この後、五木ひろし行くやろ、もう。裏腹な心たちが見えて、全世代、俺社長連れてこようかな。社長今何してんねやろ。逃れられない闇の中で、今日も眠って、近くで飲んでるって。死にたいくらいに憧れた、花の都在東京。社長ちょっと見てもらっていいですか、今こんな子いるんです、長渕好きですよね、いて苦いそんな岡本、社長来ます、ネジ伏せられた正直、部長長渕歌ってるんですよ、なんてやけにおねみにしみる、めっちゃウケてる、へいへい言うてる、あいや幸せの大合唱始まった、サンバやどこ社長
横丁来てください。お前すごい人いました。ジョコー、はい、飛んで行く。シャンパン入れる、ドンペリ入れる。シャンパンもドンペリも入れに来る。本当、次よし行くぞ。行くね。ありがとうございます。男酒全世代網羅してる。定着酒全世代網羅してる。演歌を聞きながら、オーナー、加山雄三言う。オーナー、オーナー、本部長、支部長、なんか出資してる方、出資してる方、これみんな来ます。ごめんなさい、私も次行かないと。あかん、お願い